れたの？ああ、うっかりしてた。だが俺じゃねえよ。たった今スピーカーを修理してたら、うっかり雨に濡れてこんなことになっちまった。よかった、濡れたのが金槌だけで。少し惜しい気もするがな、こいつは俺が若い頃から使ってたやつなんだ。新しい金槌に変えればいいだけじゃないの？てめえみたいな小娘に何がわかる。まあいい、お前に言ってもわかりゃしねえ。それより我らが守護霊さんの方を心配してやんな。リーモに何かあったの？知るか、魔法使いの像の前に突っ立ってぼーっとしてるだけだ。何考えてんだかさっぱりだよ。ディーモ、子供たちはもう大丈夫だよ。魔法使いさんの部屋は見つかった？入れないの？ろうそくの火をつけ間違えたんじゃない？私がやってみよっか。何か手がかりになりそうな記憶は見れた？じゃあ他の手がかりを探そっか。